ドムビュールは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ミッテル・フランケンのアンスバッハ軍に属す市場長で、シリングス・フュルスと行政共同体を構成する、自治体の一つである。ドムビュールは、フランケン兵衛自然公園内に位置する。北から時計回りにこの町は、公式には八つの地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。ドムビュールは、 1252年に初めて文献で研究されている。これに対して、ボルテンベルク集落についての最初の記載は、1000年5月1日の日付を持つ。アイヒシテッテン市教領の一部として、世俗化により、大部分がバイエルン選定公領となったが、1803年のプロイセン・バイエルンの和平により、プロイセン王国の旧アンスバッハ公領に編入され、 さらに1806年2月のパリ条約に基づく領土交換によりバイエルン王国に戻された。バイエルン王国の行政改革の時代、1818 18年に現在の自治体が形成された。ドムビュールはロマンティック・フランケン観光連盟に加盟している。ドムビュールはアウトバーン A6 号線、A7 号線の近くに位置し、鉄道ニュルンベルク・クライルスハイム線が走っている。 ドムビュールは、かつては、鉄道の乗り換え駅であった。1971年までは、ニュルンベルククライルスハイム線から、主体な幅いローテンブルクドムビュール線が分岐していた。また、ノルトリンゲンドムビュール線は、現在、博物館の動体展示路線及び、貨物路線として利用されている。ありがとうございます。